来た。うわ、いけるんすね、全部。うまっ、バンジョイチで。うまっ、からの。うまっ。花輪チャンネル、どうも、花輪でございます。そして、ママ元気くん、りゅうちゃん、りゅうちゃん金髪、りゅうちゃん、ふだしょうりくん。はい、今日はですね、家族でめちゃくちゃ美味しいこちら、炭火焼きホルモン専門店北野さん。これちょっと本当にかなりの名店でございます、めちゃくちゃ大人気のホルモン屋さん、よく取れましたんで、こちらちょっと行きたいと思うんですけども、今日はなんと、我々この5人だけじゃないんです。すごい方、スペシャルゲスト来てくれております。早速ご紹介したいと思います。全日本プロレス満場一致最高の男、宮原健人選手です。全日本プロレス満場一致最高の男、宮原健人です。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、今日来ていただきました。僕は大好きな選手になりまして、ラジオに来ていただいたり、ありがとうございました。長くさせていただきます、で、花チャンネルいつも見てくれておりまして、ありがとうございます。で、今日はね、ホルモン大好きということなんで、はい、大好きです。声かけたら、行きますよって来てくれまして、練習終わりで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ママがですね、宮原健人選手のこの胸板を見て、はい、ここにちょっと水平ショップ食らわしたいと。ちょっといいっすか？いいっすか？よっしゃー！行きますよ。おい、あいた。痛いっすか？いや、痛いです。よっしゃ、困っちゃう。すいません、困っちゃう。いいチョップだ。いいチョップだ。もう今日はもうただただ普通に一緒に食べようということなんで、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は行きましょう。はい、行きましょう。よし。はい、さあということで店内入ってきましたけどね。初めて来ましたね。これは楽しみですね。ホルモン好きです。ホルモン好きですね。やっぱ焼肉パワーになるんで、食べること多いですね。めちゃめちゃ食べるって噂ですけど、はい、めちゃくちゃ食べます、はい、今日はそのつもりで来ました。ありがとうございます、はい、はい、今日は何も食べてないから、今日は、はい、食べてないです。嘘です、絶対食べてますけど食べてないぐらいの気持ちで気持ちで、はい、出てますね。元気くんが、はい、痩せちゃったんですよ。もともとはだから宮原選手ぐらいあったんじゃないですか。もっと多分大きいです。僕102キロぐらいなんで、130、全然多分大きいです。130あって、はい、このね、金髪、こいつも、お前一番あったのやけど、今半分ぐらいじゃないですか。マジですか。そうそう、そうなんですよ。だからちょっとこれはちょっと昔を思い出していただいて、今日がっつり受けました。実はね、この男がですね、はい、お二人出ること決まりました。あ、決定したんですか。そうなんですよ。なのでちょっと多少体重を増やさなきゃいけないんですけど。そうっすよね。で、今勝利君も柔道バリバリやってます。ですよね。はい、めちゃくちゃ食いそうですね。いや、食いますよ。りゅうちゃんはちょっと痩せすぎちゃってるんで、ちょっと食べてもらいたいんですよ。すげえ。まあね、りゅうちゃん普通食べてるもんね。食べてるけどね。ママもね、ホルモン大好きで、大好きね。なので今日はだから健人選手、うちの家族の長男坊みたいな気持ちで。そうですね、はい、長男入りで。兄弟は何人ですか。3兄弟、末っ子ですね。あ、全部男ですか。あ、男、今ですね。長女、次男。あ、次男、次男、はい、それからだから、健介さんの、はい、佐々木健介さんと岡明さんと弟子入りして弟子入りで、そうなんです。7年ぐらいやってました、はい。で、今も全日本プロレスで一番人気のスーパースターですから。今度家族で応援に行きます、ね、ありがとうございます。本当にもうこれなかなかね、この北野さんのね、予約取れないんですよね。息子さんですよね。違います。違いました。違います。息子っぽいですね。全然違いました。違います。バイトのね、社長がね、めちゃくちゃ忙しいのバタバタしますけど。そうですよ、社長。お願いします。今日はよろしくお願いします。花輪チャンネル。今度あれ武道館でしたっけ。はい、そうです。9月18日。9月18日、日本武道館、はい、9月18日、日本武道館、全日本プロレス。この興行がね、かなり、そうですね、全日本プロレス50周年なんです。50周年、その記念すべき大会ですね。はい、はい、ちょっとベルトかけて。でもチャンピオンないんですよ。チャンピオンもう先月、まあ先月この前落としましてですね。だからまあベルトを奪うために
あ、応援しましょう。はい、もう一度ここから頑張ろうかなっていう感じですね。9月18日ここはもうぜひ皆様来ていただきたいですね。はい、宮原健選手の勝利を得まして応援しましょう。乾杯。乾杯。はい、乾杯。はい、よいしょ。ホルモン食べて近づけよう。いやー、いいっすね。もうプロレス大好きだ。興奮しちゃう。私もプロレスは見たかった。あ、本当ですか。失礼します。ご投資になります。プロレスは見たかった。本当ですか。小学生の時。いや、本当マジで。おにゃんこくらですか。あのね、もうそれがアイドルだったのよ。なんかそう言いますよね。まあ、いろいろ。アイドルだったんで、本当は。そういうのおかけみたいな感じ。大人気でしたからね。そう。俺らはクラシックギャルの時代だった。はい、でその後に、トヨタさんとか豊田真美さんとか、あの時代ですよね。だからそのアジャコンギさんとか、キューティーハニーはアニメです。キューティーハニー、高田久美だった。ああ、いましたね。キューティー鈴木いましたね。キューティー鈴木さんいました。あ、来た。あ、来た。これ、なんですか。初ユッケ。これがユッケなんだ。これは生でいけるんですよね。はい、はい、これ初ユッケです。いただきましょう。勝利お願いします。いただきます。お、まずそのポテサラから。あ、これなんですか。勝利ポテサラですよ。うまい。さあ、勝利もそれも一ついっちゃっていいの。うわー、いいね。だいぶ初ユッケってなかなかないよね。子供屋さんだから。どう。よっしゃ、いきます。バンジョッチの男やばいっすね。これは、うん、甘い、甘い、いただきました。これ言わないと前ママになんか誰か怒られてるんですよね。そうそうそう、ママはだいぶ痛いダメ出し食らったんで、これだけは今日やっていかなきゃいけないの。うまい。うまい。いただきます。はー、ビールがうまい。うまっ。うまっ。このサラダ。ジュース豪快。どんどん食って飲んで。食って飲んで、食って飲んでね。炭火のシーンですね。はい、炭火です。七輪っていいね。うん。七年いいっすよね。七年いいですよ。七年いいと思う人。はい。もう満足中。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 間違え。僕だ。おお。うわ。何これ。見て。ハラミです。ハラミとかもあるんだ。よし。ビール早いね。これタレは、もうもともとかかってるから、あ、このまま食べる。そのまま行っちゃっていいっていう話なんです。で、ご飯も行きますよね。はい、ご飯も行きますか。ご飯ご飯行っちゃうと。おー、これでしょ、元気くん。行きます、行きます。行きます、はい。おー、お願いします。うん、うん、うまっ。美味しかった。見てこれ、これこんなギンギンの乾杯ですよ。先生、俺めっちゃ冷えてる。最高です。マンジュッチです。マンジュッチです。マンジュッチ流行らせましょう。流行らせましょう。チャンネルからね。ありがとうございます。美味しい時はマンジュッチ。マンジュッチで。マンジュッチです。うまっ。うまい。あ、来た。米来たよ。うわ。これです。これです。おい、おい、おい、おい。おい、おい、おい。こういう感じで、じゃあ、こっちこっちこっち見ましょう。いただきます。ほら、これですね。じゃあ2人で行きましょう。熱い。うまっ。うん。まんじゅういちで。まんじゅういちで。うまっ。からの。うまっ。そうだね。やば、米やば。ちょっと待って、かけちゃったよ。すごい湯気だね。うわ、元気いいね。元気いいね。食べないといけない。
失礼します。さあ、ホルモン盛り合わせになります。出た。ホル盛りですね、これが。はい。来ました。はい。真ん中と鉄砲と丸腸になるんですけど。鉄砲丸腸。何度もタレにつけて焼いて繰り返して味染み込ませて食べてください。お願いします。はい。これ初ね。丸腸。これはすごい。めちゃくちゃうまそう。一番好きな食べ物なんですか。でも僕は本当に焼肉好きです、ね。あ、やっぱ焼肉なんだ。パワー出ますよね。はい、今日。あ、お前口引いていただきます。すいません、花野さんがいながら。何？33です。そうです。意外とできるんです。平成元年。いや、マジで。あ、もうちょっと若く言いましたか。ママ、マジで、めちゃくちゃ人気の選手なんで。じゃあ、行きますよ。もう、じゃあ、これも。じゃあ、来た。豚タン、豚タン。うん。うまい。うまい。ホルモン。うまっ。これも全部。中居嫌いなヤンピジと白くなるまで焼いて気をつけてからお召し上がりください。うまっ。これ行きましょう。よっしゃよっしゃ。いやいけそうな気がする。言わないのか。言わないほど。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。まんじゅうちぃ。まんじゅうちぃ。あ、うまい。うまい。うまい。うまっ。うまい。やばい。なんか私大変なんで大丈夫。いや、それはもう嬉しい。嬉しい。俺が大好きだから。本当？そうだよ。大ファンになるから。大ファンになる。一緒に応援して。一緒にね、行けってね。そこ熱い。バルチョ。熱いよ、大丈夫。うまっ。大丈夫。うまっ。うまい。うまっ。最高。これはね、ヤングコーンで、これが焦げたら食べれるって。うまい。よかった。熱い。手で。熱いけど手でやんなきゃ。熱い。熱いよ。手でもうパパってやりたい。湯で。
うん、うまっ、おいしいじゃん、うん、すいません、うまっ、何が4個、美味しいね、うん、あれはチャンネル見てる人もぜひとも目原健人選手応援してほしい、応援してほしい、応援してほしいね、ね、日本武道館いつでしたっけ、これは18日です。なんで笑ったんですか、もう何度も言おうと思って、9.18、見どころちょっとして、見どころはやっぱり僕が今この9月18日までに最後の取りに出れるか出れないかっていうところを今こう戦い抜いて、今やってるんですよね、勝ち抜いたら日本武道館の最後に出れる可能性が高いんですよ、はい、今だからそこで今戦ってる、そうです、今段階で結果を残してそこの最後に出たいっていう、はいはい、いけるかどうかっていうところの今戦いをしてるんですよ、またチャンピオンベルトを取り戻す、はい、タイトに戻せる、ありがとうございます、なんだこれ、牛テールのおろしポン酢、すごいの来ちゃった、来た、うん、いけるんすね、全部いける、うん、どうですか、うまっ、うまっ、いいですね、おいしい、骨が真ん中で、うーわうーわ、さら、うん、おっ、うん、うまい、うまっ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 、でもやっぱうまさあるぞ、タッチ、あ、ないっすね、そういうものなんすか、そう考えるとないっすね、なんか来てくださいよ、いやいやいや、来てほしいね、なんかいや、恐ろ多いっすね、花はどうぞ、花はちょっと立ち寄りですね、この辺じゃなくて満場一致で、はい、癒される、癒される、花はチャンネルのいいとこやっぱ癒される、あそうだよ、そう思いませんか、わかんない、満場一致で癒されるチャンネル、癒されるチャンネル、花はチャンネル、布団にこう寝っ転ながらも見れる、なるほどね、だから寝る前に見るっていうところ、そうですよ、動画とか見たら寝る前だと冴えちゃうじゃないですか、うん、頭が、はいはいはい、あれはでも安眠のいいチャンネルというか、腹が減って寝れないっていうことはよ、確かに、うん、確かに、そうですね、さあということで今日はですね、ホルモン炭火焼きの名店、北野さんにお邪魔しました、そしてゲスト目原健人さん、ありがとうございました、最後にもう一度告知を、9月18日日本武道館大会、ゼニプロス50周年大会があります、はい、ぜひ花場チャンネルをご覧の皆様、ぜひ会場でお待ちしております、おありがとうございます、ありがとうございます、ぜひ皆さん来たのも来てみてください、めちゃくちゃ美味しいです、はい、ということでまだ食べてますけれども、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、